はいえー、と例の感染症に対する予防注射があると思うんですけども、なんか4回目の,、ね、あの接種があるよみたいなことを聞きもするんですけども、まあ、私のところにはすでにもう通知が来てなくてっていうか、もう2回目あたりから通知来てないですね、1回目を受けなかったら、もう通知は来ないのかどうか分かりませんけども、まあ、通知が来る人、来ない人等に分かれてるみたいで、まあ、世の中的にも、 あのどうしても打たないといけないっていう雰囲気はなくなってきたんじゃないかなと思うんですけどどうなんですかね, <laughs> えとねちなみにですけどもね私はワクチン未だに接種してないんですよ、うん、注射打ってませんでも全く体には、うん、変調がありませんその代わりワクチンを打った方は軒並み、えー、何かしかの疾患とか、まあ、副反応を抱えていらっしゃいますねそれが今でも続く人もいれば一時的に終わった人もいますけども 押、まあ、しなべて感想打たない方が良かったと、うん、焦ってやる必要はなかったというのがツートップですよねやってよかったって人は少ないですねやっても何も変わらなかったからやる意味あったのかなみたいな、ね、でも通知が来るからどうしようかもう行くのもめんどくさいからやめようかっていう人もいます、うん、で5回目6回目7回目8回目というふうに接種がもし続くんだったらこれはまた見ものだなと思うんですけどもあのその、まあ、中にはね 無症状感染してるんじゃないかなって言われる方がいますけども無症状ってそれ感染なのかなっていうことを冷静に考えてみてほしいんですよあのよく潜在能力って言うじゃないですか潜在能力は一生それが発揮されなかったらそれは能力なんでしょうかってことなんですよ必要な時に出てこない潜在能力ってもはやないのと一緒だと思うんですよ例えて言えば遊園地に行ってお財布を忘れてきました家には10万円あるんですっていくら窓口言ってもね無症状感染みたいなもんで意味ないですよと ここで発揮してくださいよって感じじゃないですか。潜在能力も使いどころで使えないんだったら潜在能力あんのになーって言っても「はいダメー!」みたいなね。入場料払えないから断られるみたいなことと同じだと思うんですよ。で冷静考えたらうん本当にそうなんかなとかね。私はその特にその自分で情報を選んでるんで。 あのテレビはほとんどね NHK 以外見ない NHK の教育番組以外見ないんでテレビの情報全くないんですよだからテレビの情報をフィルタリングされて分析した情報は届くんですけどもまあけどねあのテレビが一方的に嘘ばっかりとか悪いとは思わないんですけどもただ取るに足りない情報しか流れてこないなとは思ってますね同じ論調でどこも報じているというところなんですよで、えー、インターネットの情報発信っていうのはあの360度さまざまな意見がある中で あの常にね天秤にかけることができるのがいいかなともう常に自分の判断力と選別力にかかってるんですよねで一つの、まあ、指針としては情報の選び方が正しければお金は稼げてるはずなんですよで時間は救急になってないはずなんですよあらゆる問題を解決してるはずなんですよ情報の選び方が良かったらねだから人によってストレスを受けることもないしメンタルをやられることもないし結構自由にのびのび生きているっていうことが 情報の選び方がまずは成功してるところじゃないかなって思うときにだからといってねあのー、感染症のことも見抜けるかどうかっていうのは別問題なんですけどもでも高い確率で自分の選んだ情報と下した判断はうんなんかこうみんなの意見を反映してっていうよりも自分の内側で考えたことだよねと自分で出した決断であり自分で咀嚼した情報なんでまあ責任は自分で取れるよねってことにはなってるんですよね でそれがまあまあうまくいってるのがまだ続いてるんで、大きなダメージも食らわずに来てるところを考えると、うん、ちょっといささか乱暴な結論にはなりますけども、今のところはあの感染症に対する予防注射を受けなくて大正解だったらですね、逆に言うと打った人はよく考えてやったのみたいな方ですよね、うん。誰かがやったからとかね、やらないといけない雰囲気になったからとか、なんとなくチャンスが来たからタダだ,だからみたいな、その判断とは別のところで決めてるんではないかなと思うんですよね。うん、まあだからといって、 やった人は批判することにはならないんですけども、私今のところ、うん、それは正解だったかなと。必要なら別にこれからね、ワクチン打ってくださいでもいいわけですからね。うん、別にもう今打ってない人はもう二度と打たせませんみたいな、そんな変なことになってるわけじゃなくて、どちらかというと賞味期限ギリギリの方が余ってますんでね。中には賞味期限切れたやつが打たれてるみたいですけども、そんな大丈夫なのかと思っちゃいますね。もはや世界的には、 あの予防セッションの流れもマスクの流れも完全になくなったわけなんですけどもなぜかね日本国内だけがね、うん、なんか救急としてるところがあったりかと思ったら完全抑え込みでゼロですよとゼロ対策ですよって言った中国が全都市ロックダウンみたいになったりとかね得体の知れない問題が数々あるなと思いますまあ中国に関しましてはあのー、まさに予防注射に害があったんじゃないかなっていうね議論がふつふつと湧いてるんですけどもどうなんでしょうかね まあ、いろいろと考えてやってるんだと思いますけども結局は「後悔先に立ただず」という言葉が全てを言い表してるんじゃないかなと思います。い,ってらっしゃい